ではまずはこちらからでございます。 さあ自民党の総裁選挙管理委員会は今週木曜日菅総理の総裁任期満了に伴う総裁選9月22日に行われました横浜市長選で菅総理が支援した候補が惨敗するなど求心力の低下叫ばれておりまして来月30日に任期満了を迎える自民党の総裁選そして任期満了まで2か月を切った衆議院の解散戦力にも少なく なからず影響与えるものとみられていますさあなるけさん今週いろんなニュースありましたけれども横浜市長選挙を受けた後のニュースも大きかったですね大きかったですよね横浜はとはいえまあなんかあの与党側の二人の候補の数字を足すと、はいはい、いつは勝っていたという分析もあるみたいですからねまあ簡単にこれが国政選挙にどのくらい影響あるかどうかわかりませんけれども、うん とはいえ、少なくとも都民はすごい今、不満が溜まってますから、大阪もそうかもしれませんが、いわゆる大都市というところでの不満が大きくて、うん、地方の方は逆にね、それほどあ<ー>あの医療が逼迫しているというところがないんで、うんまあ、日本全体で考えると、大きな動きにならないのかもしれないねというふうには思いますけどね。 まあ、あのただ、この番組でお話しましたけど、なるけさんがね。えー、比例東京ブロック事故以外という言葉、お出しになりました。けれども、さあ、その思いという方が、随分と今回、多く見えたんじゃないかな。と改めて思いますけどねあの。意外とバズりましたね、事故以外っていうのもね、<laughs> バズりました。ついにはポスターを作るようになって。うん オリエモンがね、そのポスターを作って、えー、飲食店に貼るという、頼むから僕の名前を出さないでよっていうふうに言ってましたけど <laughs> いや、でも、まあ、本当、政局というか、人の気持ちはこう移ろいやすいものなんですけれども、えー、とはいええー、どうしましょう、まずはあ総裁選の話からいきましょうかいや、あのー、総裁選っていうのは、実質上、今回、フルスペックですから、はい、実質上のいわゆる首相公選ですもんねそうですね。 ですから自民党員になればね、うん、あれ、自分のところのいわばまあ首相を選べる、大統領みたいなものかもしれません、うんうん、それ選べるわけですから、自民党員になろうかなと思ったんです、はい、<laughs> あれね、なんか2年ぐらいないとだめな,、ねね、なんですね、党員資格しばらく持ってないとだめなんですよね。はい、そ,ねそれでもうすぐ断念しましたが、うん、なるほどそれほどのことでもあかの、えー、とはいえ、あのー、今回の総裁選っていうのは、うん 人気投票の部分が非常に大きいと思いますよね。というのは多分ねコロナはどなたがやっても大変なわけですよこれ。与党の誰がやろうが野党がやろうがそう簡単には収まるものじゃないというのは他の国見ててもそうですよね。例えばシンガポールにしろ韓国にしろ優等生と言われてたところがまたまた蔓延し始めたとかですからある意味で渦中の国を拾うような。 ことでの立候補ということになるんだろうと思いますから、な、はい、りたくない人も本来いるんじゃないですかね。ああ、なるほど、うん。あえてこのタイミングでならなくても、もうちょっといいタイミング狙った方がという感じもしますけど、それでもなおかつあのなりたいということは、はいなあの今の菅さんは嫌いなんだっていう人が少なくとも <laughs> 与党の中にいるんだと思いますね。まああの今週岸田さんがまずは早々にね立候補手を挙げて。 えー、高市さんあたりも声を出して、下村さんという名前が変わってきてきます、うん、ですよね、今の菅総理だと、自民党が大敗すると思ってる人が多いという話もありますが、実際には横浜見てると、そうでもないんじゃないかっていう気もしますから、それ以前の圧力があるのかもしれないとしたら、やっぱり菅さんのあの喋り方、うんあの、記者会見のあの態度。 これにその国会議員としても気に食わないまたはあのままやり続けると自民党もやばいぞと思っててうん、うん、でその結果としてやっぱりこれは私が出なきゃいけないと思ってる人もいるのかもしれないと思いましたねこれはあの本当どっちが正しいかなんですけど選挙の来たるべき選挙の顔としての側面も当然これ必要だと思いますしまあ一方でそのメッセージもそうですしまあ、あと党内のバランスという我,には我々には分からないもうまか不思議なものが。 この中でで加味されるわけなんですよね本当ですよねあの、二階さんという、こわもてのおじいさんがいて、はいはい、で彼こそが実はあのー、闇の将軍じゃなかろうという、そう,ねはい、そういうイメージがある中での選挙ですからね。はいはいはい あのある意味でこれあの、自民党の中もガラポンになる可能性もありますよねあ,<ー>ある意味で、あのこの二階さんっていうのがまあ国民的人気という意味でいうと、それほどある方じゃなくて、はい、現実的にはあの実力があって、例えばあの対中戦略なんかはね、二、うん、階さん、いいのかもしれませんが。 とはいえ、二階さんを引きずり下ろしてというよりも、うん、あの、引きずれにしてやめるとかね。一気に、あの、自民党に対する人気があるかもしれませんしね。うん、分からないですね、こればっかりは。は<ー>やっぱり選挙っていうのは、やってみなきゃ、分かんないですからね。で、まあ、本当に、あの、あの間って、一日一日で、風向き変わりますもんね。不思議なぐらいにね。 驚驚くくほほどど変変わわりりまますすねか、うん、もう投票日の2日ぐらい前にもう完全に負けだっていう報道が出た瞬間に今度は勝つとかねいわゆるアナウンス効果っていうのがありますから、うんりすね、こればかりは読めないですねあのおっしゃったようにフルスペックでの総裁選になりますので自民党国会議員だけじゃなくて党員の皆さんの思いというところが変わってきますよね今回はね地方票と言われるところですけれども。 そうですよ、ねうん、意外と党員といっても、まあ、いわゆるこう思想的党員の人がいないじゃないですか、はいうん、ある種の一般国民に近い、まあ、おじさんたちが多いんだと思うんですけどね、そういう人たちの投票なので、うん、意外と忖度なしに思いっきり投票してきそうですねえ、うんね、まあ、それで今まで例えば小泉さんの時なんか、大きく変わったわけですからね。ですから、本来、石破さんなんかフルスペックなんですから、出てみたらかなり。うん 取れんのかななと思いいましたら、うん、やっぱり出ないですねね出ません、ね、これでもう石破さんは政治的生命というよりももう総理になる目はないよねっていうふうに言われてるというふうに聞いてますから、うん、まあ選挙っていうのはあれですね政治家の,あの一生を左右するそうですねう本当に大きななことなんでしょう、ねうんね、まあさあそれを受けてのおまあ,あいわゆる総選挙がいつになるのかということでもあるんですけれどもさあ今回はあ我々一人一人に対して 今まで以上にすごい大きな、うんまあ、一票になりそうですよね。面もろそうですね、うん、正直言いまして。国民っていうのはそのバカではないですから、はい、というよりもかなり賢いと僕は思ってるのでコロナの対策だけで投票しに行ったりはしないと思うんですよね。うん、でまあ一部そのかなり怒ってる人もいますけど。うん あの飲食店の方ですら、いや飲食店を開かせるためだけに政権交代させていいのかとか、こ <laughs> れはやっぱりね、<ー>ちゃんと考える国民性ですから、アメリカみたいにね、うんあの、トランプ、うわー、壁作るとか言いながら、うわーとか言って、いきなりトランプが大統領になるとか、は<ー>そういう乱暴な国民性じゃないじゃないですか。はいはい、だから、その意味では、あの局地戦っていうんですかね。例えばうん あの僕があの提案した東京の比例代表区がどうなるかとかですねつまり自民党に対する審議がどのくらいあるかとか、うんうん、こっち側の方にすごい興味がありますね、まあ、本当今回、えー、以前から言われてますけどもその対抗勢力というか受け皿というかっていうのを多くの人々も模索しているんでしょうけれどもこれとね やっぱりあの民主党政権の時のショック、トラウマみたいなのがあるんですかね、国民の中でもね。そうですよね、うん、民主党政権のトラウマっていうと、大体ね、うんあの、鳩山さんの最低でも県外っていう話と、うん、あはい。から菅さんの,あの原発処理問題っていうのがありましたけど、はい、実際にはそれ以外に2位じゃだめなんですかあ,ありましたねね、はい、スーパーーーパコンピューターの、ね、はい ねうん、それからもう一つはあの、復興省の復興大臣が仙台まで行って、いき、うんうん、なり宮城県知事を押しつけるといういありました、ありました、でね、徴用の序というのを知らないのかというね、ありました。うん、ですねから、あの類がこう重層的に重なってきてしまった問題ですけど、うんうん、考えてみると、今とそんなに違うんじゃないか、うん、そんなに自民党政権、今、コロナに対していいことやってるか。 大きな違いそんなにないんじゃないかっていう気もしなくもないんですよ、実のところは。うんうんうん、誰がどうなったところで、この状況はうまく整理できるのかってことなんですよね。できないですね、うんあの。できるとはとても思われないんですよね。うん、今、多分ね、問題なのは、うん、感染数は伸びてきてますけども、はい、中,小中等症者も伸び、かつ、うん、重症者と死者は落ちてるんですよね。はいうん、多分それはあの えー、ワクチンのおかげで重症者の数が減り、うん、死者が減っているというそういう状況ですよね。ですからあの、その意味では政治がと何ができるかというと、うん、確かにワクチンの接種数を増やしてしまうとあ、うんまり、ね、これは9月末とか。うんうん えー、10月の頭にはかなり落ち着いてくるんだろうなっていうことでそうなると僕菅さん恩愛続投になるんじゃないかっていう感染者から絶対その重症者もしくは死者の方に視点がこれから移ってくると思うんですよねいやいや感染者多くても別に中等症にもならないよということであれば。 視点が変わっちゃうとね、意外と簡単にまたころっと変わりそうです、うん、ただね、この場合、あれですね、うん、厚生省、厚労省の中の国の人事は変えるべきだと僕は思います、ねはい、あの実はフェイスブックの記事にもそれ書いておられるんですけれども、うん、そのシーンをぜひ聞かせていただきたいと思ってるんですけども。もちろん現場の保健所もそうですけども、うん、あの人たち疲れ切ってんじゃないですか、そろそろ。会社の経営してたら分かりますけども。ええ 例えば新製品を出して2年目、はい、2> もうほぼほぼ毎日徹夜みたいなことを続けると大体ね組織がボロボロになって物を考えれなくなるああそうなんですか彼、うんうん、らが悪いっていうよりも、うん、そろそろ交代させてあげないとうん、うん、新しいこう元気な人を入れないとだめな時期生きてるような感じを受けますね。人を変変えるとやっぱりりりりそれなりに周りも変わりますからねはい えー、厚労省の中の幹部が全部変わると今度は医師会の方も変えなきゃいけないんじゃないかとか周りの関係者の方も少しは人事を動しようっていうことになると新しい、まあ、風というか血が入ってきますから、うん、少しフレッシュなあの政策とかもこれから出てくるんじゃないですかね。うんまあ、もちろん引き継ぎ事項とか継続的にというのはあるでしょうけれどもやっぱり人変わると新しいことやりたいというのは当然ありますもんね、うん、佐賀としてね。変わりますよねどんなあの ラジオもテレビも MC 変わるとガラッと変わるじゃない。<laughs> おっしゃる通り。はいはい、もうあれは通りですよね。うん。少し変えるべき時期に来たなっていう感じを、あ<ー>まあ少なくとも会社を経営してた立場からするとすごく強く感じますね。うん。でも考えてみるとあの組織というのはね会社にしてもそのおそらく国役所にしてもそうでしょうからお、その考え方はあるんでしょうけれども、じゃあなぜ実行できないのかなというところですよね。 そろそろやってもいい時期ですから、うん、誰か田村厚労大臣にその知恵をね入れるべきなんでしょうけど本来であればね、うん、あの自民党なら自民党の中の国、うん、会議員がそれを、まあ、田村厚労大臣とかに付、うんはい、心とかねこうやった方がいいんじゃないのって言いそうなんですけど、はいはい、今ね、うん、あの議員の人たちは自分の選挙で。うん いわゆるもうケツに火ついちゃってますからねもう国会なんかどうでもよくなっちゃってるか、えー、と苦しいます、ね、あのでここに来てね例えば野戦病院的なものを作ろうななきゃという動きとかがあってそうするとこう海外との比較になる時にやはりこう海外では比較的早い段階からそういうところをガッと用意してたなぜ日本できないんだっていう議論が、えー、ここ1週間ぐらい鳴毛さんありましたけれどもこのあたりに対する思いといかがですか、はい いや僕2年前から言ってました野生病院を作れという話を。っていうのは人材育成をしなきゃいけないんで時間がかかるわけですよね。はいはい、でお医者さんとか看護師さんの,あの資格を持ってる人に対してそれこそ町のお医者さんを何とかしてリクルートして、あのー、いわゆる呼吸器系にもう少し強くなるコロナの知識を入れるっていうことをやり続けていれば。はい 今頃ですね、交代制でもできたはずなんですよね。一週間交代で、もう稲荷委員は、え一週間、今日、今回お休みですと。全員、コロナ、えこう、いわゆる大規模病院に行ってますっていう。かっこいいじゃないですか、あれこう、意識したる存在としての。あの、やる人いる、いると思うんですよ。 でそれがないんですねですからものすごい時間を無駄にし,、はい、してますよね、はい、これは何ですか仕組みの問題なんですかやる気の問題なんですか覚悟とやる気の問題なんじゃないですかあの、うん、医者医師会が強すぎたのかもしれませんね、うん、それじは非常に不満を持ってるますけども何しろ、ね、やっぱりね大規模病院を作ろうとしても人がいないって言ってるはい だからできないって、ますももんね、政府これね、ラーメン屋のオーナーが店長さんに対して、なんでラーメン作れないんだって聞いたときに、いや、ラーメンの製麺所が売ってくんないんですってなもんですもんね。お前、バカかと言って、普通は交代させますよ、お前他のところ買ってこいと。で、物事、そこまで簡単じゃないとはいえね、2年あればできますよ、できたはずです、1年あれば。 海外のレトカで見ると、例えばその OB の方、OG の方だったり、ね、いろんなあ医療関係の方を何とかかき集めて、ね、もう一度研修してってありますもんね。そうですそうです。うん、あのイギリスなんかの場合、ワクチンを接種する人はね、もっとテニスプレーヤーだったとか。はは、うん、<laughs> ありますね。ええー。すごく柔軟にやるじゃないですか。うん。で、そもそもあのー、これウイルス性肺炎ですから、うん、まあある意味ではこう細菌性の肺炎、例えば痰が出るとかね。はい。 そういうのと違って自分のいわゆるこう免疫力で治してもらうしか手がない病気ですよね。うん、はいはい。それに対していくつかの薬を打ってそれでまあ様子を見るというそういう治療法ですからうんこれ、うん、ある意味ではお医者さんだったら誰でもできることだと確信持ってるんですがそれでもどうしてもやらないってのはやっぱり覚悟の問題でしょうね。あのまあもちろんこれ結果論になっちゃうのかって話になるんですけどただやっぱりこう あくまで海外との比較になりますけどあのやっぱり万一のことを考えたら行動が早いですよねあのやっぱりそのあたり有事慣れしてるという言い方が適切なのかどうか分かりませんけれども最大限の滝手を先にこう打っといてドーンとして作っといて日本ってイメージで言うと様子見ながら、ま、も,うちょっといけもうちょっといけるんちゃうかもうちょっといけるんちゃうかみたいな感じでズルズル来てる感じですもんね。あれででも昔からそうですよね日本っていうのう 結局、日本というのはもう何千年も自然災害の塊の国じゃないですか。地震はあれば津波はあれば<う>火事は起こるわ、わ、うんわん洪水は起こるわね。うん、で、そのたんびに、まあ、犠牲者を出しながら元に戻るっていう国ですけど、うん、ヨーロッパとかアメリカそうじゃないですもんね。うんうん、もうやばいのは戦争も。そうですよね。はい、それ以外に大量に人は死なないっていう。はい ですからあのコンティンジェンシープランっていうの僕はあの外資系に勤めてましたから、作るんですが、はい、いわゆる緊急対応プランですよね、はい、これはねあの、ものすごいマニュアルを作ってあ,りますあやっぱそうなんでしょうね。マイクロソフトの前でコンティンジェンシープランっていうのは、どのぐらいですか、今、1000ページ以上あるんじゃないですかね。あそんなななあるるるでですすかか細い例えば首都直下地震の時ははどどうう南海ラフ えー、富士山噴火はまあ分かりませんけどその類のこともしくは、うん、あの本社ビルが燃えたらどうなるとかうん、うん、停電が1週間ついたらどうするとか全部作ってるはずです。はあそうなんですね。でそれを作って公開しないとあの株式市場の方も認めないですねこいつらはあのちゃんと会社を運営する能力がないと思われますからその辺はね日本企業とアメリカ欧米型の企業は的な違いですね。 ほどねうんまあ、おっしゃるように本当確かにあの人が多く亡くなるものの根本が違いますね、えっと。日本は確かに災害というのと戦争というのっていう大きな違いありますよねこれはね。大きいですね、うん、とりわけあのヨーロッパの場合戦争っていうのともう一個疫病ねあね、はいうん、いわゆるあの国死病を経験してます、はい、それからもう一個ヨーロッパで大きいのは天変地異といっても熱波がた。 あの桁違いに死ぬんですよ7万5千人とか死ぬわけですから、はいうん、これはねあの、うん、いわゆる死の数が1回の死の数が多い国々っていうのは、うん、やっぱりおそなんていうんですかねあの対策は十分に作る。うん ということなんでしょうね。だから、その際の例えば、あの国民性としてのロックダウンとかに対する。まあ、あなんて言うんですか。アレルギー反応のありなしみたいな。まあ、もちろん憲法上の問題も含めてですけれども、そこに対するこう心構えができてるっていうのはあるんでしょうかね。もう、あの、それをやらなければどうなるかっていうのは、子供の頃から教育受けてると思うんですよ。うん。 えー、中世の国心病それから20世紀初頭のスペイン風邪、うんうん、それでもう何百万人も死んでるわけですから、はい、これの,あの歴史的な,なんていうんですかね教育っていうのは結構大きいですよね。うん、で日本の場合やっぱりねそれ以上に地震になったらどこに隠れるかっていうそういうやっぱりこれはもうあの日本人がいい悪いじゃなくてししょうががないいですすね国としての成り立ち違いますからだから例えばああいう大きな災害が起きた時にね日本では暴動も起こらず非常にまあ,あの秩序を持って。 っという意味でのプラスの側面も日本の場合って国民性としてあると思うんで、うまくなんかそれがハイブリッドにできないものなのかなって贅沢なことを考えるんですけどね。本当ですよね。んなんとかしてほしいですよね。それこそがまあ政治のね役目なんでしょうけどもとはいえ政治家もね基本的にはやっぱり地方からの出身者ですから地方視点で考えますよね当然のことながら。ね、当然だと思います。なるほど。うん。だからそれが故にあのちゃんとかん いわゆる官僚職員がですね、本来はちゃんと仕事しなきゃいけない、中央支店で、うん、あの見なきゃいけないんでしょうけど、それが今回、全くないような感じをおっしゃるように、例えばそのいわゆる大都市圏と言われるところのフラストレーションがたまってきてるっていうのは、そういうところに直結するところあるんでしょうかねその通りだと思いますよね。うんうんうん